申し上げたい。日本は女が頑張らなければどうしようもない。自民党、ネトウヨ、母の会は断固として戦うことを誓います。本店の日誌を北京の人々は、とりわけ習近平主席は断じて見誤るべきではありません。もう打撃力を持つ、反撃力を持つというのは、これ当然のこの時代には要求されることであって、これ戦争をしようということではないんです。彼らが必ず、私たち一人一人、国民の一人一人、皆さん方一人一人が自分の国は自分で守る、そして自分の国を守るためには血を流す覚悟をしなければならないということです。私たちは心の底から安倍総理が大好き。韓国が今本当に100年に一度、もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、そうです、もう最も深刻な問題を突きつけられている。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り、国土を守ることができる国にするのかどうか。安倍総理大好き、国民みんな中国と戦いましょう。それが安倍総理に報いる道です。